WA サイドは2015年に結成された女性アイドルグループである株式会社オフィスドリームボール所属2015年3月7日北沢タウンホールで開催された第2回アイドルソロクイーンコンテストにラベムキスム所属の123アカネとファンカスティックジャム所属の姫里アヤがそれぞれエントリーし 予選ブロックを、それぞれ2位に大差をつけての1位という成績で突破し、本戦でも姫里が3位、入賞、123が10位ながら審査員特別、小受賞という成績を残したことで、両ユニットのプロデューサー命により1週間後に123赤根と、姫里あやみの2名により結成。結成当初は、オリジナル楽曲は作らず、123赤根と、 姫里あとみの楽曲をカバーし、さらに消化させていくことをコンセプトとしていた。6月9日には、ファーストシングル、ピースラブをリリースすると、8月28日には、セカンドシングル、ビジョンを発売した。いずれも、赤根サイドとあやみサイドの2種類が制作され、カップリング曲は、それぞれのソロ曲が収録されている。また、新宿で、 発売開催された発売イベントでは両シングルとも即時完売を果たした。2015年10月には初の海外ライブとなる台湾で毎年開催される世界的ダンスイベントバトル ISM に日本人として初の参加。また、台中市からは感謝状が贈呈され、台湾のテレビ局で紹介される東日本国外にも知名度を広めた。東京都出身。 2014年3月4日に現在の事務所に所属し DX として活動を開始3月23日に秋葉ドラッグカフェで開催されたわがままジュリエット・アイリーンマリリン生誕記念ライブにて初お披露目されるとその後も多数のイベントにスタッフや舞台挨拶として参加する4月27日に DX としてデビューした直後に新ユニット ラベムキスムのメンバーとなることが発表される。そのため DX としての活動期間は、結成直後に体調不良により一度もステージに上がることなく、芸能活動を休止した宝来学ミを除くと、メンバー最短活動日数となる36日間のみの活動であり、ライブ本数はデビューライブとなる d x セカンドワンマンライブの1本のみとなった。 6月24日に、豊島区池袋にあるライブハウスブラックホールで開催されたガールズサミットフリーでは 123&DX としてステージに立つと7月6日には123アカネとしてソロデビューを果たす。7月20日からはソロの名義をバージンショックに変更した。2015年2月24日ソロ名義をバージンショックから 123かねに戻し、長らく休止していたソロ活動を再開すると、3月7日に、北沢タウンホールで開催された、第2回アイドルソロクイーンコンテストにエントリー。参加98名の中から第10位にランクインを果たしたほか、審査員特別賞を受賞した。3月12日、同じく、第2回アイドルソロクイーンコンテストに出演した、姫里あやみと共に、 新ユニット WA サイドの結成を発表3月15日に新宿区歌舞伎町にあるドリームストアで開催されたライブにて先行披露された後3月19日に開催されたジャパンエキスポ2015への出演権コンテスト東京キャンディル2015東京予選にて本を披露目となった六月十八日ホリデー新宿で開催された自身の生誕祭にて ロックバンド123アカネスナイパーズを結成し、初のオリジナルソロ曲である手強い相手を発表。同日、ファーストソロシングル手強い相手を発売した。9月3日、森田光結と共に1年5ヶ月在籍したラベムキスムからの卒業を発表し、9月27日をもってラベムキスムを卒業した。2015年出演イベントリスト。 ありがとうございます。